日経平均株価の推移日経平均株価は2003年4月に底打ちし上昇2007年7月に最高値をつけた後下落とりわけ2008年9月のリーマンショック以降の急落が顕著である日本銀行の政策金利の目標である無担保コール翌日ものの水量的金融緩和政策採用の期間は 実質ゼロ金利、量的金融緩和政策解除後も0.5%が最高であり、2008年10月には0.3%、2008年12月には0.1%に、日銀は目標を切り下げている。第14循環とは戦後日本の景気循環で、内閣府が定義した期間である。決定的には2002年2月から2009年3月までの86。 か月間を指す。2002年から2008年までの実質 GDP、成長率のキヨド分解2002年から2007年は、純輸出が日本経済を牽引するとともに、外需に裏打ちされた、民間企業設備も2003年から2007年の間に日本経済を牽引したが、2008年になると一転、純輸出の落ち込み。 企業設備投資の抑制により、日本の実質経済成長率は、マイナスに転じた。第14循環は2002年2月から続く景気、循環であり、景気の拡大期間は2002年2月から2008年2月の73ヶ月の長期間にわたり、以後景気が後退に転じた。従来の景気拡大期間が、最も長かった第6循環の拡大期の57、 過月よりも、景気拡大期間が長かったことから、イザナミ景気、イザナミ景気とも呼ばれたものの、実質 GDP 成長率は、イザナギ景気やバブル景気よりも低調であった。サブプライム問題に橋を発した、世界金融危機の影響を受け、2008年3月から、景気は、失速、とりわけ、同年9月15日のリーマンショック以降に急速に、 悪化し2009年3月まで景気交代期は続いた。内閣府は景気拡大の山は2008年2月で同3月から景気交代が始まったと判定する方針を固め、2011年10月19日に学識者による景気動向指数研究会を開き、景気拡大の時期を2002年2月から2008年2月までの6年1ヶ月と確定した。 また、2008年12月11日に、全米経済研究所が、アメリカ合衆国の経済が2007年12月から、景気交代入りしたことを宣言しており、日米経済はほぼ同時期に、景気交代局面に入ったことになる。内閣府景気基準に日付の、第14循環での景気拡張期間の続唱は、過去の、いざなぎ景気を1年4ヶ月上回る。 記録的な後景気によることから、日本神話に記された、イザナギイザナミによる、国海の伝説にちなんで、イザナミゲ景気とも呼ばれる。2009年1月30日の閣議後の記者会見で、よさのかおる経済財政担当大臣は、だらだら影ケ景気とでも言うんでしょうかと、影ケ景気の故障を提言した。 後継機期間は長いものの成長率は2%前後と、伸び悩み、労働者の賃金の上昇率も頭打ちで、好景気の実感に乏しかったことを表現した模様。エコノミストラの間では、イザナミゲーキの他に、小泉ゲーキ、イザナギコエケーキ、無実感ゲーキ、構造改革ゲーキ、デジタルケーキ、デジマゲーキ、格差型ケーキ、リストラゲーキなどの名称が提案されている。 中部東海地域や北九州など、主に輸出産業の集積地では、雇用が逼迫し、派遣、受け負い労働者あるいは外国人労働者を他の地域から受け入れるなど公共に湧いた。他方で、賃金は下落し、大手小売りや建設を筆頭とした内需、既存産業は、停滞を続ける。首都圏都心部では、サービス業における労働供給が極端に不足し、 賃金は上昇した。地下についても首都圏、基幹都市の中心部は上昇する一方で、地方、周辺部では停滞するなど地域、地区、業態による温度差のある傾向が続いた。2010年6月7日の景気動向指数、研究会での座長である吉川洋は、リーマンショックによる不景気の影響が大きいため、リーマン不況と名付けている。 リーマン不況の他にも、世界同時不況、世界金融不況、世界金融崩壊、グローバル強行、信用バブル崩壊不況などとも呼ばれている。2002年2月から、景気拡大期に突入した。要因円の実質実行化替セレートの推移1990年代後半の、超円高から2008年頃まで、円の価値が下落していることがわかる。 2001年からのゼロ金利政策に代表される金融緩和政策が主因である。2004年の大幅な為替介入により実質実効為替レートが下がったことによる円安や新興国、北米の好調な需要の経緯により輸出関連産業を中心に多くの企業が過去最高売上高利益を記録した。輸出による 経済成長への寄与度は6割超と、いざなぎ景気の頃の8%に対して拡大した。また、大企業の国内回帰志向から、積極的な設備投資を行ったことにより、雇用が拡大した。特に、大手製造業は元来採用が、新卒主導であったが、工業席や、段階の世代の退職を受けて、中途採用へも拡大した。そして、 これらの関連企業では過去最高のボーナスを記録した。企業の積極的な投資は内需企業や下請け企業の業績にも大きく寄与し、低金利政策と相まって企業倒産件数は2002年から2007年には5000件近く減少し96年以来の水準にまで下がった。小泉純一郎政権が従来の 低効率企業の淘汰という構造改革路線を転換したことも主因である。当初掲げた国債発行30兆円枠にこだわらず、また大手銀行への公的資金注入は企業への貸し出しを増やし景気を上向かせた。結果、バブル崩壊後、日本経済を悩ませていた不良債権問題が解消していくこととなった。合わせて、 景気後転によりバブル崩壊後積まれていた多額の貸し倒れ引き当て金を取り崩すことができたため銀行は過去最高益を計上するに至った。またこの景気を下支えしたのが外資系企業である。彼らの積極的な投資は大都市の不動産市場を盛り上げた。そのため景気後半では輸出に関わらない企業でも過去最高の売上高を記録していった。 また、これは、証券市場においても同様で、それを受けて、多くの M&A が行われた。一方で、彼らの増加は、株主総会で、もの言う株主を招き、企業はこれに対応するため、配当金を増やしていった。特徴2002年1から3月期から、2006年4から6月期まで名目 GDP は21兆円、増えた計算になる。一方で、 全体の所得は4兆円減っている。要因として、企業や金融機関がバブルの後遺症から従来の公共期と異なり、より積極的な投資を手控えたことが挙げられる。2002年からの景気拡大は期間が長かったものの、実質経済成長率は年平均2%弱で、いざなぎ景気の10%超、バブル景気の5%程度などと比べ、 低水準にとどまった。また、生活実感に近い名目経済成長率が、実質経済成長率より低かった。結果、賃金に関しては、イザナギ景気の時は倍増した雇用者報酬が、イザナミ景気では2002年の262.5兆円から2007年には262.1兆円に減少した。 消費者態度指数は2003年3月を底にし、上昇したが、2007年からは減少へ転じた。消費者心理は改善せず、個人消費は盛り上がりを欠いたままだった。この景気拡大期では、六本木ヒルズ族や、ワーキングプアに代表される、いわゆる格差社会論争が湧き起こった。また、デジタルカメラ、DVD レコーダー、薄型テレビの、いわゆる、 デジタル三種の人技の需要が急速に伸び始めたことから景気回復基調が鮮明となってきた2003年春頃からしばらくの間はデジタル景気と呼ばれマスコミの注目を浴びた3度の踊り場長く続く後景気の中では踊り場が3度あった1度目の踊り場は2002年12月内閣府が月齢経済報告を 月齢経済報告関係閣僚会議に報告した際、景気の基調判断を踊り場的な状態と下方修正した。以後、2003年9月までが最初の踊り場である。主な原因としては、イラク戦争によるイラク国内の情勢悪化の影響で輸出が鈍化した上に、新型肺炎も追い打ちをかけたことが挙げられる。しかし、 イラク戦争の終結などで輸出が回復し、企業部門が持ち直したため、この踊り場をくぐり抜けることができた。二度目の踊り場は、2004年12月から2005年8月。アテネオリンピック前に薄型テレビが売れた反動もあり、世界的な在庫調整が起きたことによるものだったが、今回も調整一巡後に脱却した。そして2008年3月19日。 当月の月例経済報告で、大田博子経済財政担当大臣が、生産などの陰りが要因で、現在の経済状態が3度目の踊り場を迎えていると説明した。今回の踊り場では、主要な輸出先であるアメリカが、サブプライム住宅ローン問題の深刻化で、国内経済が減速していること、一向に歯止めのかからない。 原油価格の高騰や2008年に実施された鉄鋼の約65%の大幅値上げ、1995年11月以来12年、7ヶ月ぶりに1ドルイコール100円突破を記録する、急激な円高、建機法不況による2007年度以降続く建設、不動産やその関連会社の倒産件数の増加など、不安材料を抱えていることが背景とされている。 そのため、今回の景気拡張局面では、賃金の伸びが鈍く、家計部門での波及が乏しく、内需に火がついていないだけに、外的要因に左右されやすい。長く続いた景気も、2008年2月を頂点に、後退に転じた。容易に昨年の2006年夏を頂点に、米国の住宅価格が下落に転じ、住宅価格の上昇分を、 エクイティファイナンスの形で金に変えて消費を続けてきた米国の購買意欲が減退した。同時にサブプライムローン問題が徐々にその姿を見せつつあり、証券市場から流出した資金は商品市場へと流れ込んだ。2007年半ば以降、原油価格など資源価格の高騰でコストが上昇を始め、原料高で企業収益が悪化。さらに、 サブプライム問題が金融システムを揺るまでに拡大し、世界的な金融危機が起き、輸出が減退した。2007年12月19日の官房長官記者発表において、町村信孝内閣官房長官は、原油高騰、円高、また、所得の伸びの緩さ、消費もあんまり伸びなかったというようなこともあったようで、ございますが、大きいのはやはり、 建築基準法でございます。と建築基準法改正の悪影響が経済見通しの下方修正の主因であるとの認識を語った。2008年9月以降は100年に一度の金融危機と世界経済悪化で深刻な不況に突入した。詳細は世界金融危機を参照。特徴内閣府によると世界的な景気悪化で 日本の輸出はかつてない速度で減少しており、アジア金融危機時や IT バブル崩壊後不況時とは比べ物にならない速さという。国内における消費が伸び悩む中で外需減退による輸出鈍化が起きたため、様々な問題を抱える日本経済がいざみ景気後の不況に耐えられるかは不透明である。2000年3月頃から日本における IT バブルの崩壊が始まった。 米国でも同時期をピークに株価指数は下がり始めていた。そのような中で、早見雄日銀総裁によるゼロ金利政策の解除が重なり、日本経済の後退は白車をかけた。2001年9月には1998年に導入が決まった自家会計が本格的に始まり、株価が下落するたびに大手金融機関は含み損を拡大させていった。 このことから2005年に開始される減損会計の延期を求める声も出てきた。また、金融機関は自己資本比率規制により一定水準を下回ると業務が制限もしくは停止してしまう。このことがさらなる評価損や融資の焦げ付きの懸念を増大させ、金融機関による貸ししぶりを発生させ、余計に景気を悪化させていった。そして、 2003年4月には日経平均株価が当時のバブル後最安値7607円をつけた。結果、金融機関は数兆円規模の損失が生じたとされる。さらに2002年には上場企業の倒産が史上最悪の29件となり2003年には就職率も史上最低の55.1%を記録した。そのような中、 2003年3月期決算で多額の赤字を計上したリソナ銀行が同年5月17日公的資金注入の申請を行い総額約2兆円の公的資金注入が行われ事実上国有化されたこれが市場に対して政府日銀の金融危機を起こさないという強い意志として伝わりこの頃そこに日経平均株価は上昇することとなる 2003年3月、従来のたすきがけ人事を破って、新しい日銀総裁に、福井俊彦が就任した。1998年の日銀法改正により、政府による金融政策のコントロールが不能に陥っていた中で、日銀出身の福井に対しては、早見総裁の路線を踏襲することも予想された。しかし、2003年下期から2004年3月に、 かけての政府の為替介入に対して協力し、大幅な円安を演出した。また、日銀東西を金の目標残高を30から35兆円にするなど、量的金融緩和政策を積極的に行うなど、デフレ脱却へ向け大きく舵を切った。これらの政策は、マスコミ、評論家、野党から激しく批判された。特に金融政策は、 ゼロ金利政策により多額の利子所得が奪われたなどの批判を中心に解除を求める声が高まった。特に民主党は選挙の公約としてゼロ金利政策、量的金融緩和政策の解除を掲げていた。2003年2004年の総選挙安定多数で乗り切った政府は政策を続行した。結果、 2004年の企業倒産件数は1991年以来13年ぶりに1万4000件を割り、負債総額は1996年以来8年ぶりに10兆円台を割った。失業率も2003年には2年ぶりに5%を下回り、有効求人倍率も2002年から3年間で倍近くまで増えた。企業業績も大きく回復し、 過去最高益を記録する企業も現れた。景気を下支えするために低金利政策が取られ、先進各国の中では最低の金利が維持された。円の資金調達コストが安いことから、円を借りて、利率の高い外貨に変えて運用する円キャリートレードが行われた。潤沢に供給された円が、日本国内の産業に向かわず、一部は直ちに、海外へと向かった。 日本版金融ビッグ版で個人の為替取引が容易になり、また個人で口座を開ける FX 業者が増えたことから、利率差益と為替差益を狙って取引を行う個人が増えた。しばしば個人が億単位の利益を上げながら、納税を怠り罰せられる事例が報道された。2006年から2007年には大企業、 金融機関を中心として企業の業績が拡大し過去最高益、売上高を記録する企業が現れた。雇用のミスマッチ旺盛長い需に支えられ、製造業では積極的な雇用拡大を行ったものの知名度やイメージなどにより求職者側から敬遠されたり、企業側が求める水準や要素を満たしていないため雇用者側が採用を断ったりする事態が起きた。 こうした背景には、文系分野進学者の増加や理系分野進学者の減少、高卒就業者の減少が考えられる。また、長引く就職氷河期により、企業側には、新卒者にもある程度、即戦力たることを求める風潮が定着してしまったことも、その原因として考えられる。資材高騰輸出が好調となり、生産量が拡大すると、原材料や、 資材の需要が拡大し、これに伴い調達コストも上昇した。世界全体でも需給が逼迫し、原油や鉄鉱石、貿易サイトなどの資源価格が上昇した。サブプライムローン問題が表面化しつつあり、証券市場から引き上げられた資金が商品市場に流れ込んだことも価格上昇につながった。金属盗難金属資材の需給が逼迫し、 価格が上がると、市中の金属製品を盗んで回収業者に持ち込む、行為が頻発した。速攻やマンホールの蓋、ガードレール、個人宅の門扉やクーラーの室外機を盗んだり、工事現場や工場に忍び込んで銅線などを盗む、事例も伝えられる。買い負け一方で、経済発展、著しい中国の旺盛な原材料需要もあり、海外鉱山の獲得では、 中国資本に出遅れるほか、鉄鉱石や、防機サイトなども高値をつける、中国バイヤーに渡る、廃品回収のペットボトル、腰、レアメタル回収に、有効な都市鉱山の材料となる、家電製品、携帯電話などの廃品なども、高値をつける、中国バイヤーに渡り、日本のリサイクル業に回らないという事態も起きた。 輸出拡大資源価格の高騰を受けて豊かになったロシアや産油国への輸出も伸びた。また、輸出先を米国一国に集中することが危険と見た向きからはヨーロッパへの販路を拡大する動きもあった。就職売り手市場2008年卒業の新卒の求人倍率はバブル期と並び、就職事情は良好であった。ことに、 段階の世代の大量退職や2007年から日本の人口が減少に転じ少子化がますます進むことを考慮し中核となる人材を確保するために企業の採用意欲は旺盛となった一方で学生はバブル崩壊後の不況を目の当たりにして育ってきており公務員や有名な大企業など安定安全志向が強いと言われる非正規雇用 格差社会、ワーキングプア正規雇用が減少する。一方、非正規雇用が増加した。正規雇用は2002年の3489万人から2007年には3441万人へと減少し、非正規雇用は同時期に1451万人から1732万人へ増加している。2009年の経済財政白書は非正規雇用が 増加した要因として、労働法制の規制緩は、高齢化などを挙げている。また、同白書は、賃金、家計所得における格差の拡大を指摘し、その背景に非正規雇用の増加があるとしている。賃金の低い非正規労働者の増加により、ワーキングプアが増加している。2006年には、年収200万円以下の労働者が1023万人。 労働者全体の22.8%を占め、21年ぶりに1000万人を突破した。この頃は、企業が業務を拡大していた頃であり、低賃金ではあっても、収入の道は確保されているとして、社会の注目を集めることは少なく、早くから警鐘を鳴らしていた。経済学者、政治家は、時代の数勢の中で単に、小泉。 竹中路線への反対者程度の扱いを出ることはなかった。フォーゴットンジャパン各況に湧く米国、世界の工場として、経済発展、著しい中国などの狭間で、日本の存在は薄らいだ。2008年1月のダボス会議のセッションの一つのタイトルは、ジャパン、A フォーゴトンパワーであった。経済指標2008年11月17日。 内閣府が発表した7から9月期の実質 GDP が4から6月期に続きに、四半期連続のマイナス成長になったことを受けて、与サ野カオル経済財政担当大臣が会見で、景気は後退局面にあることを示していると述べ、政府として、景気後退局面入りをはっきりと認めたため、これをもって、今時の景気は終焉したと推定される。 12月22日の12月月例経済報告の景気基調判断では11月の景気は弱まっているから一転して2002年2月以来6年10ヶ月ぶりに悪化していると3ヶ月連続で下方修正し1月の景気基調判断でも6ヶ月連続で下方修正した10から12月期もマイナス成長となる可能性が高く 世界的な景気交代が深刻化するとともにデフレが深まっていくと思われる。景気動向指数は景気の現状を示す一致指数が2008年8月に前月比で2.9ポイント、同11月には2.8ポイント低下し、比較可能な1980年1月からのデータで見ると低下幅が過去最大、過去2番目の大きさとなり、 景気の急激な悪化を浮き彫りにした。企業業績悪化2007年頃から不動産市況の悪化を受けて建設、不動産などがさらに原油価格の高騰を受けて運送会社など内需企業の倒産が相次いだ。加えてアメリカ発の金融危機の影響を受け輸出関連企業でも業績が悪化。 2008年10から12月期の四半期決算が悪化する企業が相次ぎ、通期で赤字に転落する企業が相次いだ。1963年に決算公表時の赤字以来、2007年度に過去最高の利益を上げたトヨタ自動車が、翌2008年度に赤字に転落したのは象徴的である。 要因として、円高と金融の混乱による販売不振が挙げられる。2008年の上場企業倒産件数は2002年の29件を超える33件となり、過去最悪を更新した。さらに、大手企業でも資金繰りが厳しくなり、資金需要 DI が急速に上昇した。雇用悪化バブル崩壊後に過剰による人件費の負担増に悩まされた企業は、 2004年の派遣法改正で製造業での派遣も認められたこと、設けて業務拡大に際し、正規従業員の雇用増以上に、非正規社員の雇用拡大や、業務委託で賄った。また、税収増を見込んだ税法改正により、退職給付引き当金が、損金参入されなくなったことも、非正規雇用の増加に拍車をかけたと言われている。一方で、 景気が縮小に転ずると、企業は契約の更新を停止するなどして、雇用削減に動き、さらに、業績の悪化で、正社員の削減、配置転換、出向を行う企業や、副業を許可する企業も出てきている。雇用の悪化は急速かつ深刻な状況で、求人広告の少なさから、求人情報誌の統合、廃刊が相次いだ。 スポンサー活動縮小フォーミュラ1などのモータースポーツから撤退する動きが伝えられる。また、企業のチームを解散する動きが伝えられる。貸し剥がし従来直接金融や利益の積み立てで資金を調達していた企業が金融不安を受けて将来の現金収入に困難を覚えて銀行に融資を求めたり、CEP、債権を発行するようになった。 金融機関は BIS 規制により要求される自己資本比率が規定を下回ることを恐れ財務内容の危ない内需企業への貸し出し抑制や中小企業に貸し付けていたものを引き上げる動きに出た。特に金融庁が世界に先駆けて導入し新たに定めた新 BIS 規制の影響により企業の融資査定のリスク評価が厳密化されたことも貸し剥がしに影響している。 景気の悪化に伴い、中小企業を中心に資金繰りが悪化して倒産することが危惧された。これに対応するために、金融機関に資本を注入する方策を取ったり、定額給付金の意味合いを生活の補助に変えるなどした。2008年12月に、米国で自動車会社に対する公的資金注入が決まったのを受けて、2009年1月に入ると、 日本でも自動車会社などから公的資金を求める意見が出された。ありがとうございます。